前回の動画新平が行く敦賀編その2でございますかね。旅の後に食材を取り寄せて今日は敦賀の食材を作って美味しい料理作るぞコーナーでございます。若狭牛の肉鍋風ステーキ、これに椎茸合わせて美味しい料理作っていきたいと思います。ここにお砂糖でタレですね。いわゆる牛鍋でいうところの割り下みたいな感じですね。もうテリテリですよ。もうね、匂いはね、牛鍋ですね。肉鍋。うますぎる。このね、甘辛のタレにこの油がね、一心同体になってこうシュって流れていく感じですね。うん、うまみ爆弾だよね。いや、美味しいですね。いや、矢口さん、敦賀楽しかったですね。楽しかったです、ね。前回の動画新平が行く敦賀編その2でございますかね。いろんなもの食べましたね、はい。あんまり知られてませんよね、敦賀で地物の椎茸で有名なものがあるとかね。まあ、若狭牛は名前は聞いたことあるけど、あんまり東京出回ってるような印象ないですけどね。向こうで食べましたけどね、とても美味しかったんで、今日は、敦賀の食材を作って美味しい料理作るぞコーナーでございます。若狭牛の肉鍋風ステーキ、これに椎茸合わせて美味しい料理作っていきたいと思います。それでは若狭牛の肉鍋風ステーキ作っていきます。まず若狭牛ですね。それから黒子椎茸、立派です。調味料がみりん醤油砂糖プラス白髪ネギと卵黄を使っていきます。でサラダバルで焼き始めますね。じゃあまずはお肉の下ごしらえかな、ね、すごい刺しです。わかります、この刺しの多さ。じゃあまずはちょっと味なじみよくするために薄く隠し包丁入れます。薄くですよ、3箇所ぐらいでいいんじゃないかな。このぐらいですね、こういう感じ。絶対下まで切り離さないことですね。ちょっとお肉の厚さにもよるんですけど、表面そう2ミリぐらいかな。で筋を入れたら全体に塩、ペタペタちょっと塩をなじませて、これで一回お肉このまま置いておきます。で椎茸も下ごしらえしておきますね。椎茸この軸の部分、一番下の部分だけすごく硬くなっちゃってる場合があるので、ここだけちょっと落として、今日大きいのでね、半分にしようかな。こんな感じ、こんな感じにしたら、ここかな、ここにちょっと薄く包丁パカン、ね、はい、これで、下ごしらえ OK ですね。そしたらタレを作っていきます。お鍋の中にみりん入れて、みりんだけを煮詰めていきます。一回しっかり沸騰させて、沸騰させ続けると色がだんだん濃縮して黄色になってくるんですね。量がね少ないんでね、結構あっという間にいきますね。もう色ついてるの分かりますよね。ちょっとね黄色いですよね。黄色になってきたらここにお醤油入れて、お砂糖、しっかりとお砂糖を溶かしたら、これで火止めておきます。いわゆる牛鍋でいうところの割り下みたいな感じですね。割り下をステーキ用に結構濃厚に作ったっていう感じの。そしたらお肉を焼き始めます。で椎茸の方が火通り悪いので、サラダ油ひいて、まず椎茸から焼いていきます。火のせていきます、まあ、基本こうですね。で今日は断面ここ切ったんで、こうも焼けるんですけど、こうはダメですね。水分落ちてっちゃう、上がってきた水分落ちてっちゃうから、椎茸美味しくない。だから網焼きの時もこうやって大体やってますよね。見ていきます。ちょっと油かませて、このですね、今日は切ったからね、こうもいいかな。でここを最初焼いてあげて、こういうもう焼き目ちょっとついたらもう立ち上げて、ここから水分出てくるので待った方がいいですね。うん、椎茸はね、火が入ると結構ね香りが強くなってきますね。香りが強くなって表面ちょっとだけ水分浮いてきたら、ここでお肉入れていきます。いきます。で
でお肉が分厚かったらここで蓋。でこのぐらいの厚さだったら今日は両面中強ぐらいでしっかりと焼いていけばいい感じだと思いますね。油ができました。この油も椎茸に吸わせちゃう。これもさらにうまいですね。でステーキハウスの野菜がうまかったりするのはやっぱり牛脂使ってたりするからですよね。返しました。ですごい油出んですよ。今裏面の焼き目がこんな感じで、このあとタレを入れていくんですけど、油多すぎてタレがちょっとね分離する可能性もあるので少し油取ります。油取ったらここから味付けですね。こっちが切れ目が入ってる方です。ここにお砂糖で先ほどのタレですね。いきます。じゃあもう火止めます。もうテリテリですよ。じゃ取り出していきます。でステーキは牛鍋風なのでネギと、じゃ最後に卵黄を添えて、卵黄を潰して切りながらいただく肉鍋風ステーキですね。完成です。では焼きたてをいただきたいと思います。ネギと卵を乗せて、あもうね匂いはね牛鍋ですね。肉鍋、うん肉鍋。いただきます。うまっ、うますぎる。これね甘辛のタレにこの油がね一心同体になってこうシュッて流れていく感じですね。椎茸も食べようかな。タレをしっかり絡めて、なんでいただきます。あ、椎茸うまっ、うん、うまみ爆弾だよね。いや、美味しいですね。若狭牛というね、お肉と椎茸も地味な食材ですけど、こうやって炒めるとね非常に高級食材に生まれ変わりますね。いや、鶴が深いんじゃないですか。まだまだあるんじゃないですか、鶴がは。鶴が良いとこ、ごちそうさまでした。